ラッドスタイルね、ちょっとこれで試したい釣りがあって持ってきてみましたよ。テールなしリップ付けバージョンのフラットスタイル。でっかいのいるな。なんか釣れそうなんだけどな。1段階バカになってくれる。絶対釣れそうなんだけど。スピニングじゃないとダメなのかなこの人たち。マジ。超釣れそうなんだけど。でもマイクロベイト食ってるの。お、食った。おお、リップつ、ああバレた。リップつけた瞬間に食ったのにな。ちょっと入れると食うんだ。まあバラしたのまずいな。ちょっとベイトも食ってるんだ。よっしゃ、食った。おお、リップつけたら連チャンで食うようになった。おーおーおーおお、すげえな。レンジ入れないと食わないね。どうかな。うん、タモ抜けっかな。そばまで来ればタモお願いしよう。あげときたい。
はい、おー、じゃあありがとう、リップつけたら一発でした。でかい、長いね、ありがとう。はい、ねえ、ブラッドスタイルなんですけど、リップをつけた瞬間に一気にバイトするようになって、で、テールはね、外してるんです。テールを外して、リップ付き。これにした瞬間にね、すごい反応が良くなって、結構長いでしょ。長さ的には多分ね、細いけど60ぐらいあるのかな。こんな、いつきの、ねえ、頭いいやつ。すげえ。バチ抜けシーズンだからね、もうちょっとね、小型のやつしか反応しないのかなと思ったら、これね、ブラッドスタイルのリップ付き大成功って感じでね、テールを外したのがね、個人的なミソ。じゃあ、こいつはまずちょっと、はい、逃がしてあげますね。まあ、60何センチ。これ、ブラッドスタイルなんですけど、今ね、ちょっとバチ抜けシーズンだから、こういう感じで、なんだろう、でっかい三連のウニウニルアーとして使ってたんだけど、全然食わなくて、それで、このオプションのリップね、これをつけた瞬間にもうバイトが連発しだして、一匹長いのが釣れました。はい、釣りの方が終わったんで、ブラッドスタイルですね。三連のジョイントルアーでちょうどいいサイズ感のね、ビッグベイトなんですけども、このね、オプションのリップ、これをつけたところね、いい感じのレンジに入ってくれて、でね、サクッと釣ることができました。まあ、いろいろな組み合わせでね、テールも種類があるし、リップもこれ、いろんな形できてくんのかな。とりあえずね、この、なんか、キープキャストでね、販売されていた、このイベント限定のリップなのかな、これつけてみたところすごいね、守備よく釣れてくれました。で、このリップなんですけど、これね、もうほんと簡単にね、こうパチンとね、外せちゃうね。で、ちょっとレンジ入れたいななんて時に、こうパチンとこれでね、すぐにね、レンジ調整ができちゃうから、今まで結構重りを張ってね、調整していたんだけど、これで泳ぐレンジをね、すぐね、変えられるんで、結構便利ね。というわけで、ブラッドスタイル久しぶりにね、使ってみたけど、やっぱりシーバスに効くな。というわけで、釣りこう TV でした。また会おうぜ。